いる？いらないの？え、そんなにないですか？え、もう私よりはある。え、言うね。え、いや、ありますよ。嘘、なんか画面で見たら全然ない。こんばんは。中村舞です。石田千穂です。二人合わせて千穂球です。今日は口を滑らせないように気をつけます。滑らせろ。いっぱい滑らせろ。この二人が集まったね。何が起こるかわからない。ろくなことないですか？ろくなことない。それはそれは違う、うん、ちょっと意味わからず言ってしまいました。お話し会ありがとうございました。感謝。椅子あるのよくない？椅子なんか、うん、あの市役所みたいでしたよね。わかる。次の方みたいな。教室の方って感じだった、うん、本当に。なんか怒られたか？怒られてないですよ、一個も。怒られることない。怒られることしてない、うん、なんか反抗期みたいな。怒られませんよ、うん、事務的な椅子なの？いや、私たちの椅子もあるよね。え、そうなんですか？くるくる回るよ。一回転してよ、私。お話し会中に、うん、あ、そう、今日は新公演の発表と、パチパチパチ、あと課外活動のなんかリニューアルみたいな発表がありました。ありました。まいちゃん四国だった？四国です。四国継続、うん、継続メンバー、四国一本。意気込みを感じます。ちょうちゃんはチャートリー一本。やっていきますので、はい、お願いします。でもまいちゃんチャートリー欲しかったな。本当ですか？うん、可愛いから。旅しますよ。え、でもさ、四国とチャートリーってさ、相性良くない？確かに、合体しますか？たまに、ね、四国を旅するみたいな、うん、確かに。私も韓国行く。それ、ずっと言ってる。え、何持ってる？羨ましい。だってさ、2月に韓国行ってさ、6月にまた行ったってこと？そうですよ。え、めっちゃすごいじゃん、うん、確かに。年5、6ぐらいのスペースで行ってるよ、ファイト。また行ってんじゃん。4ヶ月後にね。めっちゃ羨ましい。チャーミング四国いいですね。え、ね、うん、マジでいい。え、マイカーとスタジオもさ、なんか相性良くない？いい。マイカーって運動も兼ね揃えてる。うんうんうん、いいのでは。そしたら16人公演もできそう。ギリいる？もう9、あ、え、そっか、兼任とかもあるんか、うん、あ、もうギリ、え、終わるんじゃない？いるのか、うん、リネタンがマイカ移籍してびっくりした。そう、マジびっくりした。ね、めっちゃ寂しいけど、うん、なんかよりリネタンを発揮できそうで。確かに、あのトーク力を。うん、あのトーク力はあのマイカでより一層輝くと思うから、すごい見るのは楽しみ。寂しい。大活躍ですよ、マジでね、うん、リネタンとリコチの揃った MC とかの揃ったさ、16人 MC はまだあったけどさ、うん、少人数のさ、うん、6人公演とかで、うん、で3人 MC とかの時にやばい、リネタンと誰かってなったら、マジ大丈夫、楽しみすぎるんだけど。めちゃくちゃ見たい。ラジオしてほしい。え、あとマイカ誰？ソラハ？もう3人が喋りそう。もう3人が一斉に喋りそうじゃない？違うことを。
秋めどだしです。秋めどって結構何気にもうすぐだって秋って9月とかでしょ、うん、夏練習して、うん、って感じ。その前にでも花だれの千秋楽もありそうなので。そうだね。え、どんな公演だろうね、リニアルって。全然さ、16人の方の詳細言ってないけどさ。確かに。マジで完全オリジナルなのか、うん、で、エキビさんとかのお下がり公演やらせてもらうのか、誰かのプロデュースなのか、想像つかない。ね、想像つかない。だって何でもやりそうなんかいろいろやりそう。ゴゴリバとかもやったけどさ、そう、もうどの選択肢もあるよね。そうだってナナさんのプロデュースもやったし、確かに確かに。で、僕隊とかのもう、確かにね、そうやってたし、うん、何でもありえそう。何でもありえます。愛の重さ公演なんじゃないの？で、あの、うん、誰のことを一番愛してるから始まって、もうめっちゃ重たいのばっかり来る。もうみんなうっってなって帰る。苦しくなって。ST って割と爽やかなグループなのに。愛の重さ公演だったら。花を出るものの合唱バージョンも入る、アコーラーとかで入る。え、全部歌った人？歌いましたよ、ね、私も全部歌ったから。じゃあ今からできますか？え、やろうよ。え、じゃあ、え、楽譜があればできるのに。え、そうな、え、合唱したい。ポン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 、どんなんでしたっけ？パッパッパー、 D メロ、パッパッパいれば、あ、そうだ、うん、幸せを分けてあげようやってた私さ、その前に仕事があったからさ、うん、あのみんな4人ずつぐらいでレコーディングしよったけど、うん、私とシミサラだけだったの、うん、シミサラ学校帰りで、うん、でもシミサラは私は泊まれる人だったけど、シミサラは次の日も学校があるから広島に帰んなきゃいけなくて、うんうん、だから最後一人残されてハモリを一人でレコーディングしたの、マジ生き地獄だと思ってでも指導されました？指導された。マジでやばかったもん、苦戦した、うん、え、どうなんだっけ、歌いたい、みんなに披露したい。もしくたらあーみたいなえ、だらららとか普通だったっけ、ララ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 ラみたいな。あんまり同じパートやったっけえ、なんか3つパートがあったじゃないですか。確かに主旋律っぽいところと、うんうん、なんか上か下かわからんあれがどっちが上かでどっちが下かもわからんけど、なんか2種類ハモリをやりました。ラー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 みたいな。あった覚えてないけどあった。おー、そんな感じかなんて、ここだけ完璧あった。ダラララダラララ、ダダこれさ、みんなにはさ、面白さ全然伝わってないだろうね、うん、う、確かに歌ったらでも、あ、なるほどってなる、うん幸せもりました。合唱バージョンね、思い出したとこがある。え、何？え、歌詞が思い出せない。ててなんだろうな、あ、サビ、この線のダララみたいな、 あった、ね、下ハモかな、で
この合唱バージョンをなんかさ昔さ瀬戸内の声をさ、うん、あの歌詞渡してさみんなで歌うみたいになったじゃん。そんな感じでやる上手の人は絶対難しい上のハモリ、うん、真ん中の人は視線に下手の人は下のハモリみたいな感じで、うん、レベル高すぎる、うん、やりたい。自主練時間もちゃんと MC 中に勝手だけ集まってとかやってやる。めっちゃむずいですよ。楽譜読めたらいけるかもよ。確かにマジ合唱って感じだよね。しめっちゃ勉強ちゃんとし直した一回なんか給付の。え、給付読めるの？あ、なんか楽譜頼りだったからうんみたいな休みうんうんみたいななんか、うん、なんかそういう給付系とか、うん、長さをめっちゃ勉強し直しました。うん、まいちゃんピアノやってた？やってたけど、うん、そんなに、うん、あのもうダメダメピアノだった本当にえ、でも読めてた？ドレミのドはここみたいなわかる？そう、それはわかる。あんなさ急にさ楽譜渡されてもさ、うん、しかもさ前日にもらったじゃん、うん、音楽と楽譜とあなたはこのパートですみたいな前日にもらって、うん、で私さ譜面もさもう読み方も一切分からんけどさ、うん、なんかあちょっと上がるぐらいしか分からんけどさ、うん、めっちゃ難しかったマジで。でも音感がないとむずそう。うん、前日あるあるなんですよ。そう、しかも MV 撮影、愛の重さの MV 撮影の次の日、そう次の日終わったと思ったら帰りのバスでその展開されて、うん、楽譜送られてきて明日みたいな、明日3パート撮りますみたいなシスと、うん、やばかった。頑張ったよね。急なんです、いつも急。ハードスケジュールだったよね。え、その辺結構ハードスケジュールだったよね多分。確かあんま覚えてないけど、ハードツアーとかも重なっとったかも。靴のサイズ何センチ？24センチです。発表します。24センチです。発表しておきました。23.5 センチです。え？私も 23.5 センチです。え、嘘ついてる。さっき。私も24センチだよ。え、じゃあ一緒だ。23.7 センチですね。あ、え、でも本当にそういうのあると思う。ありますよね。どっちか分かんないみたいな。うんうん、どっちでもいける靴によって。あ、でも 23.5 かも私割と。だから 23.6 ぐらいかも。あ、 23.5 より、うん、5よりの、まあ、23.6 ですね。私は24よりですねの 23.5、うん、身長高いもんね。え、確かに言われてみたら確かにそうですよね。身長と靴のサイズは比例しますよね、うん、え、知ってる？ここと靴のサイズ一緒なの。え、この腕の、え、腕の肘、曲げた時の肘からこの辺、うん、嘘だ、ちょっとやりたい。本当だよ、これおばあちゃんが言ってたもんこれ本当ですよ。なんか気がする。え、これ本当なんだって見せたい。あ、でもじくりそうそれはマジで事故だからまいちゃんがやってくださいえ、それ持ってる、ここと、うん、ここ、うん、え、本当だよ、やってみて。え、あのもう見せる、一回見せずにこのベッドのとこで見て。ほらほら、え、どう一緒じゃない？ちょっとだけ一緒。え、そうだよ
おばあちゃんの知恵袋だから。そうですよ。じゃあ豆知識言っていこう。豆知識？うん、知恵になる。豆知識か。何があるだろう。パッて出てこない。それな。豆知識言いたいのに。くしゃみ止めるやつ、くしゃみが止まる方法がある。何？あの、ちょっと待っててください。あのくしゃみが出そうになった瞬間にこうやってする、絶対止まる。こう寝てください。止めたくないかもしれないけど、でも今は別に止めたくないけど、学生の時はもうくしゃみおっさんすぎてマジで頑張って止めてたの。小中学校の時でも止めようとすればそれほど変なくしゃみになるじゃん、うん、だからすごい。やってほしい。やろ。こうやったらいいんだって。こう、もうちょっと上らへん。そう、絶対止まる。なんで？わかんない。わかんないけど、若い時にやってた。活用してるじゃん。学生の時止めたいよね。全校決まってたよ。中学校の時。なんか不定期に呼び出される。みんなで。私火曜日、絶対火曜日だった。豆知識。豆知識言いたい。地補給配信でさ、こんな静かになったことないくらいさ。確かに難易度高いね。じゃあおしまい。一個で終わった。なかったです。ぬ、ちほちゃんのぬはどっから来たんですか？門脇美優奈がちほぬって呼び始めて、そっからちほぬ呼びが広まって、そのぬです。そうなんですか。そう、初期初期。知らなかった。これ豆知識です。本当になんか人生でまさかぬ、って呼ばれる日が来るとは思ってなかった、そうですよね。学生時代からのあだ名。そうですよ。でも呼ばれたことはそこまでなかったけど、学生時代名前で、で STU 入ってそれ登録した。へえ。変えようと思わなかったの？ニックネームを、もともとマイマイって呼ばれてたんですよ、学校では。私さ、たまにマイマイって呼ぶよね。確かに、マイマイ、なんかアイドルっぽい学校だね。マイマイとかマイキューとかさ。そんなのなかったよ。私だいたいちゃん付けか呼び捨てぐらいしかなかったよ。ちほちゃん、ちほちゃんかちほか石田か。他の子も何々ちゃんか呼び捨てかぐらいだった。マイマイ、マイキュー。マイキューはあんま呼ばれてなかったけど、基本マイマイ。マイマイ。じゃあさ、マイマイの未来線もあったってこと？あ、いや、なかった。もうマイマイって、なんかマイの名前にありがちなマイマイだから。ああ、まあそうだね。
ありがとうございます。え、じゃあさ、キャッチフレーズのさ、グエッチョンみたいなさ、なんかガサガサ声でちょっと言うじゃん。あれはさ、いつからあの言い方になったの？なんか、初披露したのが自己紹介を、あのフラワーフェスティバルの1年目初めて出た日で、その時にめっちゃ緊張してて、本当はクエスチョンっていう予定だったけど、声が裏返っちゃってクエスチョンって言っちゃって、でそしたらなんかそれが正しいみたいになったからそれで言い始めた。え、すごい、これ超豆知識じゃない？ライフハック、ライフハック、生きるって。そうなんですよ、ガサガサ。そうだったんだ、知らんかった。これ結構知らんかった人多いんじゃない？わかんないけど、みんなまいちゃんファンは知ってる？え、どうなんだろう、知ってる？え、これメンバーの中でもあんま知ってる人おらんのやない？確かに、あんま話さない、ね、初めて知った、嬉しい。じゃあ千穂ちゃんの家はどっから来たんですか？え、最初なかったの。あ、そうなんですか。じゃあ瀬戸内地方、瀬戸内から笑顔を届ける県、広島県出身。え、家なしだったんだけど、え、結構の間なしだったけど、うん、多分半年、わかんないけど半年以上かな、1年かそのぐらいかして、うん、なんかショールーム内で適当にテンション高い時に言うようになって言えて、イエイみたいな、イエイイエイみたいな、うんうん、そっからキャッチフレーズにもノリで入れてみました。そんな歴史が。そうなの、最初の頃はその浸透してないけ、イエって言うと同時に、なんか、え、最初は違うところにイエがあった、今と違うところに。え、なんか広島県出身石田千穂です、いえみたいな。あ、最後にあったんだ。そう、最後にあったけ、でも知らん人がめっちゃ千穂ちゃんって叫ぶじゃん、うん、じゃけ間に入れた。確か。あれしようや、なんかさ、今日のさ、始業式でさ、懐かしい〇〇みたいなさ、お題言ったやん、お互いさ、相手にさ、懐かしい何々って言ってさ、あ、じゃあ今日会ったやつからやろうや。懐かしい、何でしたっけ、思い出みたいなやつ。そう、なんか夏の思い出とか、懐かしい怒られたこととか、なかったっけ、懐かしい失敗したこととか。え、懐かしい怒られたことある。え、聞きたい。なんか、いこれは千穂ちゃんも知ってるかもしれない、マジで1年目の本当に最初の時に、なんかあの広島まだ来たばっかりで全然わかんなくって、みんなでその同期みんなで集合して、で、集合場所に行ってたんですけど、なんかマジでもう先輩一期生もいる、みんな集合の時があって、で、バス使って行ってたんですよ。で、なんかタクシーで行くっていう頭が一個もなくって、もう本当ギリギリに言えてたけど、みんなで、あのバス乗って行ったんですよ、タクシーを使うっていうまだ考えがなかったから、でそしたら遅れちゃって、数分ちょっと遅刻しちゃったんですよ、でなんかめっちゃ怒られて、それで、え、もう来て、え、覚えてないですか、なんかドラさんがバッバッて走ってきて、え、いつ頃、え、もうマジ最初で、おきちゃんが深い、でそのキャップをパーンってされて、ブルーってキャップが、あの、駅構内に飛んでって、で、みたいになって、で、みんなすいませんって怒られて、本当にマジで一番泣きそう、なんでタクシー使わなかったんだろうねって、後で、こんな遅れそうだったのにね、リジーにバスで行って、私その時おらんかったんだ。え、もうでも、みんなの目がすごい、もうドキドキして、もうなんかだって、後輩で、ね、遅れてきて、もうなんだこいつはってなるじゃないですか、からなんで本当にドキドキした思い出がある。でもさ、その時代はさ、本当にめっちゃちゃんと叱られてたし、叱られてた、すごい、めっちゃもうベラボに怒られてたし、いいことはいいって言われてたけど、悪いことは悪いってちゃんと叱ってくれてて、めっちゃ教えてもらってたじゃん、本当に。でその頃があるから、1期生とドラさんの時代が多分ソロだったから、
一気ドアさんはマジで挨拶も超しっかりするし、めっちゃさ礼儀正しくなったよね。でもなんか揉まれて育った気がする。マジで荒波に揉まれて、めっちゃなんか礼儀作法マジでちゃんとしてると思う。でも今思っ、すごいその時はちょっとドキドキした気持ちもあったけど、毎日でもマジでその頃を過ごしてよかったなってめっちゃ思う。うん、ね、毎日でも本当に怒られないかなと思ってた。え、ね、うん、え、本当にドキドキしてた。そう、なんかステージに立つ時もずっとそれだった。なんか、え、分かる。リハーサル中とかも、うん、今はちょっと気抜けちゃう時もあるけど、その時リハーサルも超本気だった。本当に難しい。でもその頃はよく怒られてた気がする。え、怒られない日なかったんだ、ね、めっちゃ毎日のように怒られてた。てたビシバシ育ててもらったのよね。いろいろ怒られてましたね、うん、懐かしい。今もうずっと怒られてる場面見たことないもんね、 STU で。うん、なかなか言うのも絶対さ愛がないと無理じゃん、うん、愛がないっていうかなんか大変じゃん、言う側もなかなか勇気いるし。だからね、でもビシッと言うときは言えるようになりたいですけど、懐かしい。本当に、ね、懐かしい話いっぱいあるね、うんうん、ありますか懐かしい〇〇。なんだろう、なんか今日 MC 中に一応テーマが先に発表されて、その後に誰が言うか発表されるんやけど、万が一自分だった時のためにめっちゃ考えやったんやけど、全部一個も思い浮かばなかった。夏の思い出。え、夏の思い出ありすぎてね。え、マジでありすぎる。本当に、うん、マジでありすぎるね夏の思い出。私結構夏の思い出なのが、なんか一回さ何県か忘れたけど、どっかのプールの、うん、普段はプールをやってるけどその日はステージで営業しますみたいなやつで、フェス、え、それあれじゃないですか、おもこいのじゃないですか、おもこいのカウントダウン TV じゃないですか。え、違う違う違う、それじゃない、それじゃなくてもう普通にフェスで、フェス、うん、え、そうで楽屋が畳だった。え、私いないのかな。いる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 、選抜で行った気がする。で、あの服は TIFF2018 の水色とか黄色のやつ。え、プール、プールの記憶が、え、これじゃあ分かった。でも読み方が分からん。え、大磯、大磯、え、ロングビーチかも、かも、かも、それかも、それかも。え、すごい、みんなそうだろ。だからロングビーチよく分かったね。大磯ロングビーチだ。愛知県2018年夏の大磯プリンスなんちゃらのプール、多分ホテルかな。懐かしすぎる。それはなんか今までプールでフェスでプールのところでやることがなかったけ、うんうんうん、多分後にも先にもその時だけじゃけ、なんかすごいプール独特の匂いがしたのとか、うんうん、ちょっと覚えてる。神奈川らしい。私も多分いた。え、いた、いた、多分。2回目が台風でステージ越えてできなかったやつですよ。それは多分音玉ですね。懐かしい。めっちゃ懐かしい。やばい。覚えてない。なんかさメンバー内で、うん、なんか曲の投票してメンバー内か忘れたけど、うん、なんかベスト3の曲を披露するみたいなやつで、うん、それがそのキス入ってて、うん、やったーってなったのに、うん、なんか披露できんくなって、うん、どっかで披露してくださる。なんかそのあれは覚えてる、その ベストなん3発あの披露するみたいなの。ね、でも何が入っちゃったか覚えてない。なぎいち、それはなぎいちはもっと前からやっちゃったかな。
え、あれじゃないですか、てて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 、真夏のサンプル、え、それ入って、え、それはさ、別で初めて入ってた、え、そばかすのキスと、多分あれじゃない、 SKE さんのさ、ごめんね様、あ、パレオ、うん、ええ、ごめんね様とかさ、その前からやっとった気がする、 TIFF とかで。そっか、確か TIFF じゃないわ、あの夏陸上公園の夏ブロックで、うんうん、ごめん様とか真夏とかやってた。私もあの頃の夏が好きなんです思い出したら泣けてくる、綺麗な夏で勝ち、楽しかった、出張公園の、たい、どの時代の出張公園でもいいかも、出張とか陸上公園、出張でもいいけど、え、あの、うん、ダークネスとかやってた頃って方え、なんかさ、うん、もうずっと何年も披露してないじゃん、うん、でも覚えてる、わかる、あの頃の曲覚えてるよね体が覚えてる、めっちゃわかる、なんでなんだろうね、ドントルックバックしたい、え、ドントルックバックとか超覚えてる、チュ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 、なんか忘れたけど、トロちゃんもめっちゃできとってイメージ、うん、え、なんかみんなできてたイメージある、なんかわかる、懐かしい、無理、懐かしすぎて、ねえ、時間が足りない、もうちょっとでこれお礼の時間だ、え、もっという間だ、じゃあちょっとお先に言わせていただきます、はい、20位アッキーザル大好きマンさん、19位太郎さん、18位ヌルディンさん、17位キョンシーさん、16位シローケンさん、15位台湾のコウさん、14位リョーニャさん、13位ジムジムさん、12位20世紀トマトさん、11位ダンシングモンキーさん、10位イサナコさん、9位エモイスターさん、8位宮川和之さん、7位広島チューチューに会いに行きますねコーラさん、ラッキーセブン、ありがとう、6位ミックさん、5位ブリューティーナさん、4位ナンバのひさとさん、3位テリーピーさん、スイスイ、2位ユリアピンサさん、そしてそして第1位はピュロロピュン、東京のスワンさん、イエーイ、ありがとうございます、会社の清美です、お待たせしました、は読みます、キューちゃんさん、福太郎さん、山ちゃんさん、くまねパパさん、トールさん、スルメッコさん、福ちゃん丸さん、きのぺこさん、ハイリンゴさん、マカロンさん、おっさんサムさん、ピロミンさん、1位はドルドドン、東京のゾウさんでした、ありがとうございました、お互い告知タイムしよう、あなたは写真集を売るの私はファンクラブに、はい、ファンクラブ6月30日までね、ファースト写真集のオフショットも、はい、X に今日も載ってますので、ぜひ見てください。私もさ、何が載るか分かんないので、その更新されるまで結構ドキドキしてるんですよ。その、あの、先行カットじゃなくて、ガチのオフショット。で、今日はスクール水着が載ってた。そう、ドキドキします。そう、更新されてると思って。嬉しかった。ありがとうございます。そうなの。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。あとね、2分ぐらいあります？気をつけよう。まえちゃんの時差が。そう、私のなんかあの私の0時0分になっても7秒ぐらいは多分消えなくて。うん、ちょちょがね。昨日お腹空いた。アイス食べたいみたいな言葉が入ってて、まえちゃんの。そう、私の配信には入ってて。そう、終わった後に無事ね、まえちゃんを連行して、うん、アイスを食べました、食べましたよ、しっかり、今日も食べたいかも、アイス、うん、え、今タワー来た、今日も楽しいお話ありがとう、おっちゃんさん、タワーありがとう、くま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 、結婚指輪くま、おっちゃん楽しかったよ、ありがとうね、こんな滑り込みありがとう、おっちゃん、ありがとう、くま、お
おやすみなさいませ。今日は本当にありがとうございました。お祝いもセレモニーも本当にそうじゃん、おめでとう、嬉しかったです。わっしょーいつの間にやってたの、行きたかったんだけど最後にやってました。だからあんないっぱい人いたんだ。最後近くは例になったじゃん、うんうん、で最後らへん2人ぐらい残っとって、うん、ありがとうございましたって言った後に、うん、近くにいっぱい残ってたから、うん、みんな私を待っとってくれないかなと思ったら全然違った待っとってくださった方も待っとくかもしれないけど、でもあまりにも人が集まってたから、うん、まいちゃんの方でした。でもおこぼれもらってありがとうございます。ありがとうございました。じゃあさよならおやすみなさいませ。おやすみなさいませ。今日は楽しい時間ありがとうございました。待っててくれてありがとうね。バイバイ、おやすみ。消えたけどまえちゃんのは消えてない。